最近髪型で悩んでる子多いんですよ。本当は綺麗なカールとかすごい憧れるんですよ。うまくいかない。不器用で全然うまく巻けないんですどの辺がダメなんですか？左右のバランスがうまくいかなくなって、綺麗に揃わない。揃わない。あとは熱ってなったりするんですよ気をつけないとですね、この辺は。怖いんです、ね、危ないから。そういう心配もなくてすごい綺麗にできるやつがあったらどうですか？毎日使いたいですやってみましょうか。まず髪を指1本分取ります。スピン&カールを縦にまっすぐ持って、溝が空いてる方を外側にして毛束を差し込みます。毛束を入れたらスイッチを入れて10秒間置いてください。時間が経ったら下に抜いて完成です。巻き取りが終わったら毛束を取り外して違う毛束で同じ動きで繰り返していきます。綺麗にできましたね。すごい簡単だったどうですかこれは？これなら毎日できるかも頑張れます。いい感じ、かわいい。あとはちょっとこうやって形整えたり、でふわふわっとさせちゃえばいい感じだと思いますので、はい、やってください。